文学じゃなくて文芸です。エディファーです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、ワンダリア跡地にやってまいりまして、トレジャーロードなるものをですね、ちょっとクリアしてまして、あ、なんだ、今調べるって出た。おい、なんか奥に行くとちょっと暗くなるのかな。あー、ここなんかいそうですね、ボスね。まあボスの扉あるから間違いなくボスいるんだけどさ、ここは特にない。よし、じゃあちょっとトレジャーロード入っていきましょうか。輪っか頬張りトレジャーロード、わっか日本語間違えてる、いろいろ。トレジャーロード輪っか頬張り夫婦風車シューティングやっていきましょう。ふうふう、風車シューティング。OK。ああ、こういう感じね。一回でいいのかな？おどきなすって。OK。オッケー、順調なんじゃないですか。え、どういうこと。あ、ジャンプして当てろってこと。よし、オッケー。うわー、何これむず。あー、で、ここでしょ。はい。あー、あ、もったいなかった今。え、マジでやばい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 、時間食ってる。よし、オッケー。はい、オッケー。終わりじゃない？きたー。おどきなすって。よい。まあ、なんとかクリアという感じですね。おー、すごい目標タイムを達成いたしました。58秒。これ、ちょっと難易度高めだったんじゃないですか？確か。なんかあれなんだね、難易度とか関係なくタイムとかは、目標タイムはクリアしやすいようになってんのかな。ん、目標タイムをクリアできるのは星の難易度とは関係ない感じがしますね、私からすると。逆走コンベアダッシュ、ちょっとやってみましょう。逆走コンベアダッシュ。あ、これもしかして。あー、これか。あー、待ってー、こういうことか。はいはいはい、よし、オッケー。はい、オッケー。はい、え、マジでマジで、ちょ、ダメダメ。オッケー。痛い、やられちゃう、やられちゃう。痛い。あれ違うの？あ、こっちじゃないの？ちょっと待って。あー、こういうことね。よくわかってなかったよ、今、エディファーは。後ろから来るんかい。はい。はい。危険すぎる。危ない。いや、今めちゃくちゃ危なかった、今。あー、無理、もう一回はもう怖くてできませんね、ここはね。めちゃくちゃ力入ってる、今。怖かった今。よし、まあとりあえずあのコピー能力を進化できる感じが、なんか設計図取ったんですよ、前回。なんで、ちょっとそこに。そう。そういうことですよ。ソードの能力が進化できるようになりました。早速、ワードルディの武器屋で進化させようということで行ってきまーす。いやー。さあさあ。進化させてくれよ。
お、その設計図があればギガントソードが作れそうです。それではすぐに進化の準備をしますね。ギガントソード、なんかめっちゃでかいソードってことかな。お待たせしました。ソード能力がギガントソードへ進化できるようになりましたと。ほい、普通のソードが攻撃力1かで連射力が2と。緑の帽子で新たな世界をいざ突き進むは剣の勇者。いろいろ切れるしパワーも貯めれる。目指すは新世界のソードマスター。これリンクだよね、いわゆるね。これね、帽子の感じとか見るとね、ギガントソードの設計で、お、攻撃力が、あ、連射力は下がっちゃうけど攻撃力がゴリゴリに上がると。おー、いいじゃないですか。見てみたい。そこから進化させて言うんだ。トンテンカントンテンカンテンテコテンテンカン、出来上がり。おお、ソード能力はギガントソードへ進化した。でも連射力がいいのか、低くても別に一発が強いんだから。連射できること自体を魅力としてるわけじゃないからね。連射の意味は攻撃力が、攻撃を相手にたくさん当てて攻撃力が低くてもその分を補うってことなんで。あら、サンドバックさんは左側にはもう行けないんですね。はい、バン。うおい、これ溜めすぎるとなんかおかしくなるとかないのかな。なんかハンマーだったら時さ、なくなっちゃったよね、ハンマーの叩くところが棒だけになっちゃった気がする。特にない。そう、溜めたまんまこう平行いったら地面滑ってんの面白いね。はい、でも溜め終わった後も攻撃までちょっと一瞬どころじゃないな、結構隙があるんだよね。なかなか危ない気がするね、これね。使いどころを間違えると危険な気がする。こことかってなんかなかったっけ。ないか。カービィの大好物のマキシムトマトが売ってるよ、テイクアウトしていく。あー、でも、ね、車頬張りケーキみたいなのあるからな。ちょっと一回やろう、これ、久しぶりに。一人でアルバイトで、ギリギリアルバイトをやりたい。クリアしてないんだよな、まずな。いやらしいんだよな、こいつら注文がな。はい。はい。あ、そういう注文して？はい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 。あー、ドリンク、はい。で、あー、車頬張り。で、次が、ドリンク、ハンバーガー。で、次が、あー、ドリンク、はい。マキシム、はい。これはハンバーガー。ケーキ、はいはいはい。ドリンク、はい。ケーキ、はい。ハンバーガー、はい。ドリンク。大丈夫かね？これ、まずい気もするぞ。マキシム、あー、早い、減りが早い。いや、早い、早すぎる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 よ。早すぎ！終わった、終わったでござる。むずすぎない？毎回このミニゲームをするたびに、このギリギリアルバイトをするたびに自尊心を砕かれて私は帰っていくんだけれども。すごいなぁ。なんでみんなあんな働くんだろうな。てか、なんでみんなあんなせかせかして生きてるんだろうな。大してやることないだろ、ワドルディたち。失礼なこと言いましたよね。悔しい。いやー、ここなー、ちょっとまだ、ね、まだ取れてないのもあるんだけど、ただちょっとね、こっちをやっていきましょう、先に。びっくりホラーハウス入っていこうと思います。ステージクリア、ワドルディを助ける。参りましょう。びっくりホラーハウス。なんもないよね、隠してるものとかね。怖いんだよ、そうやってあったりすると取り逃しになっちゃうからね。え、さっきのあのカーレースみたいなところなんかまさにそうですから。ああ、こう化け物の口の中を入ってく感じね。あ、ちょっとなんか音が変わった。
怖い。あー、なんか出てくると思ったもん。これダメージ食らうのかなこれ。お、なんだこいつら。ああ。あ、簡単に倒せるね。ああ、別になんかめちゃくちゃ不死身のキャラとかそういうわけじゃないんだ。あぶね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 。ちょっと先に、まあでも勝ったでいいや。はいはいはい。あ、道が塞がれてしまって足場が悪かったから今大変でしょみたいなことか。あ、チョコいただきました。お化けが隠したお菓子を3個食べる。 OK。 あ、なんかいる。負けませんともうこのレベルで。あ、カービィをなめる。あ、あそこいるね。 OKOK。 もうね、なんかビヨヨーンって出てくるじゃん。このね、隙間が分かるのよ。この青のこの線みたいなのが、穴があるわけよ。でも優しいよね、ここ。絶対落ちない足場を置いてくれてるっていうところに優しさを感じますね。あー、ちょっと危なかった今。はい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 。うん、うさぎをね、はい、みじん切りにしてやりましたよ。なんかおぼら、やっぱ食らうのこれ。あ、食らうんだこれ。分かんなかった。あ、何度も出てくる感じ。ちょっとこっちなんかない。あるね。やっぱりあるね。お、お、お、お。何これ。ちょっとね。これぶつけた時のタイミングでワドルディかゴルドが決まるやつじゃない？はい、オッケー。あぶね。今なんか、タイミング測った上でミスりそうになったけど。これ危ないね、これ。あ、こっちからは行くときは大丈夫なんだ。もう、進むときはあれなんだね。左側なんもないよね。ないね。ない感じ。カメラが動かないから。おー、なんか怪しいメロディーが。メロディーが流れておりますけれども。お化けが隠したお菓子がありそうな気がしないでもない。何これ。電球頬張り。あ、ジャンプできんのね。ぽよーん。で、あたりを照らす。ほうほうほう。長押しで、ずっとできるんだ。なんか、B ボタンを押し続けるのに時間制限があるとかわけでもない。うん、で、別に歩行速度がめちゃくちゃ遅くなるわけでもないよね。オッケーオッケー。多分ここでしょう。あー、なるほど。ソーラーパネルに光を貯めて。はい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 。上に上がれると。オーケーオーケー。あ、暗いステージをこれで照らして進むわけだ。怖いな。なんかお化けがね、さっきさ、なんか驚かしてくる、なんか看板みたいなのあったじゃん。その隙間が見えにくいからね、ちょっとダメージ、ああ、ほらほら、来た。あぶね、マジで。これはずるいよ。これはずるいぜ。性格悪いね。なんかでも仕掛けがありそうなんだよな。よっ。オッケーオッケーオッケー。あそこってどうやって行けるんだろう。あ、こっちからか。あぶねあぶね。なんか飛び込もうとしてた暗闇に。よっと。はい。やったぜ。へっへっへ。あ、チェックポイント来た。はい。というわけで、本日はここまでです。チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いいたします。星のカービィディスカバリーの実況、まだまだ続けていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて皆さん、私エリーファー、小説家志望者でして、格読むというサイトで自作の小説を投稿しております。短いショートショートですね。ぜひそちらの方も読んでいただけると幸いです。そして、エリーファーですね、このチャンネルでは、その小説を書き始めてから書き終わるまでの ASMR 動画というのを撮っております。まあ、
そのタイピン号なんですけど、まあ勉強するときとか、お仕事をするときの集中したいなって思うときの BGM としてご活用いただければと思います。というわけで、エディファーでした。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録といいね、ぜひお願いします。ぜひ、ぜひお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。バイバイ。